西馬最高、阪神にリベンジ成功。はい、どうもベントスコアとナオドルモレでございます。本日もね、 DeNA の振り返りの動画撮っていきたいなというふうには思います。昨日もね、見事勝つことができて、阪神にリベンジをすることができましてね、本日、前半戦の最後の試合ということですので、何としてもね、勝ってね、締めていきたいという感じの試合だったんですけども、結果を申しますと4対3で勝つことができました。いやー、今日の試合正直ね、もう胃薬何倍飲まなあかんねんという感じの8回9回の展開だったんですけども、本当によく勝つことができたかなというふうには思いますし、最後はね、涙涙のね、三島選手が、おとといの屈辱を晴らすような、ピッチングでね、ゼロで抑えることができましたので、昨日今日とね、2連続でリベンジすることができていますので、最高の展開だったんじゃないかなという感じは思っております。ということで、いつも通り選手たちの活躍というものを見ていきますので、選手たちの活躍の方はこんな風になっております。はいね、もう桑原選手ね、今日もタイムリー出ておりますし、いい活躍しております。森選手ね、まあいい守備もあって悪い守備もあってっていう感じなんですけども、本当に肩強いっすね。まあ今日はゴタコって感じだったんですけども、最後にね、スアレス選手に本気の攻めされましたし、すごいそれいい経験かなというふうには思いますし、第4打席もね、ショートライナーというところで中野選手のいい守備にね、阻まれてしまいましてね、あれ実質ヒット級の打球だったかなというふうには思いますので、全然ね、攻守にわたってね、まあ心配な部分はないかなというふうに思いますし、むしろね、まだまだ調整というかね、これからの選手かなというふうには思いますので、本当にね、いい経験がね、この阪神3連戦することができたんじゃないかなというふうには思ってます。まあ他の選手もね、宮崎選手がホームラン出たりだとかね、今日はね、山田選手をセカンドで起用してきたんですけども、まあ、これ2安打で山田選手もね、放ったということでね、伊藤光選手との久しぶりのコンビ、7番8番というところがね、昔からやっぱハマっていたというところもありますし、この2人がね、非常にいい活躍、やっぱベテランらしいね、活躍というものもしてくれましたし、今永選手はね、自援護してますしね、2安打で3割3分3厘ですよ。結構ね、本当に昔からバッティングはいいピッチャーなんですけども、日本ヒット出るってしね、タイムリーヒット打ってますし、すごいなというふうにはね、改めて実感の方をいたしました。途中出場の選手はね、まあ、牧選手ね、これからもね、どういう感じになるんかなっていうところで、森選手をね、自分で使っていくんだったら、できるだけね、やっぱ森選手3面で使っていきたいので、まあ、山田選手、森選手、まあ、柴田選手、帰ってきた柴田選手、あと牧選手、外線選手あたりで入れ替えごとで使っていくのかな。あと柴田選手帰ってきたらね、森選手をどうするのかっていうところも気になるポイントかなというふうに思いますので、ちょっと後半戦のね、ちょっと野手起用というのをちょっと見ものというかね、ちょっとあの楽しみかなというふうには思ってます。投手起源の方なんですけども、もう今永選手ね、もう素晴らしいですね。もうその一言に尽きるかなっていうふうには思います。まあ今日7回投げて1失点でね、10個も三振奪っているというところで、まあ今日得意な阪神甲子園球場でのピッチングだったので、まあ試合前からね、正直大丈夫なのかなっていうふうには思ってたんですけども、まあ、予想をね、上回るからのようなね、7回もしっかり投げてくれましたし、1失点、さらにはね、10個の三振奪ってますので、この10個の三振奪ったっていうのはね、4月何日かの浜口選手以来なので、すごい先発でね、こんなにも三振取れるっていうのは久しぶりのことですし、嬉しい限りかなというふうには思ってますので、エースがね、本当に帰ってきてくれた、その一言に尽きるかなというふうには思ってます。まあ山崎選手もね、三島選手もちょっと不安定っていう感じで、今日三島選手結果的にはリベンジ登板することができたんですけども、ちょっと最後の球も甘かったですので、ちょっとね、しっかりと休んでいただいて、山崎選手に限ってはオリンピック行きますのでね、あんまり休めないんですけども、ちょっとね、休んでいただきたいなというふうには思います。あと砂田選手は神です。はい、最後にね、メントスクワット選手を決めまして、今日の動画終わっていきたいなというふうには思ってます。今日のメントスクワット選手はね、今永選手ありたいところなんですけども、ちょっと砂田選手にね、神的なピッチングでしたので、ありていきたいなというふうには思います。メントスクワットおめでとうございます。はいね、今日はね、こんな感じをやっていきましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。よろければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。いつもね、こんな感じで撮っておりますので、またね、見てください。それではね、お疲れ様でした。さらばめ、しっかりとね、勝ってね、後半戦巻き替えていきましょう。お疲れ様でした。バイバイ、しばらく動画。今だくは食らいつけ、燃えろガッツマン。突っ走れ、どこまでも勝利、及ぶ男。かっ飛ばせ桑原。